カフェインとうまく付き合うことで大きなメリットを得ることができるんですが、その手前でカフェインを適量取ります。まあ、このメカニズムとしては、皆さんこんにちは、サラリーマッチョ西です。今回はカフェインとの正しい付き合い方についてお話をしていきたいと思います。動画のコメントでこういったご質問いただきました。カフェインは代謝を上げるという説と体を冷やすという説がありますが、どちらを信じればいいですかと、よくカフェインに関するご質問いただきます。今回は普段飲まれているものの中でもよく含まれているこのカフェイン、コーヒーだったり紅茶、緑茶に含まれています。まあ、こういったものがどういった効果があるのか、そしてまあトレーニングにとってはプレワークアウトでよくカフェインを摂取することがあります。カフェイン摂取のメリット、デメリット、注意点、そして正しく使えば筋トレに非常に効果的である、このカフェインについて深掘りして今回解説をしていきたいと思います。ではまずカフェインの効果についてお話をしていきたいと思います。大きくは2つ、興奮作用、いわゆる眠気覚まし、そして疲労回復、この2つが大きなポイントになります。よく眠気覚ましでねコーヒーを飲むとか、あとはトレーニング前にブラックコーヒー飲むと代謝が上がって脂肪燃焼が促進される、あるいは集中力がアップする、そんな話を耳にするかと思います。このメカニズムとしては、アデノシンという物体がアデノシン受容体と結びつくことでこの疲労感であったりとか眠気とかそういったものが生まれるんですが、カフェインを摂取することでそれを阻害すると、そういった効果が見込めます。なので、お仕事でね眠気が襲ってきた時に、コーヒー1杯飲むとか、トレーニング前に体を覚醒させるためにコーヒー1杯飲む、そういった形でカフェインとうまく付き合うことで大きなメリットを得ることができるんですが、デメリットもあります。一つはカフェイン中毒といって、このカフェインを摂取することでこういった興奮作用が起きたり疲労回復が起きるんですが、このカフェインに頼りすぎてしまうと、それに体が慣れてしまって、カフェインがないと体がだるいとか動かないとか、ベースラインがちょっと下がってしまって、カフェインを取らないとダメな体になってしまうと、何でもずっとね取りすぎてしまうと、それで需要体がちょっとバカになってしまって効きが鈍くなるということはあることで、私の聞いた話だと、こうインド人の方とか、毎日のようにカレーを食べてずっとカレーの香辛料のスパイスとかの刺激をずっと受け続けているので、発汗興奮作用とか、そういったものがスパイスになって、でそれをね毎日食べてるのに急にやめたらそれで体調が悪くなるっていう話を聞いたことがあって、これカフェインと一緒だなということを、ちょっと真実かどうかは分からないんですけども、そういった話を聞いたことがあります。なのでですね、カフェインというのは付け方をよく考えて上飲して、飲みすぎてしまうとちょっとそれに慣れてしまうというところがあるので、ある程度の休止期間を設けてあげたりとか、あとは1回あたりの適切量というのを守って飲んでいくようにしましょう。適切な量というのはどれぐらいなのかというと、一般的な成人の方であれば1回あたりの摂取で 200mg、 1日トータルで400mg というところを推奨されています。それ以上超えるとちょっと安全ではないよという目安になるんですが、このあたりも一般的な人と、私ね体重ね90キロあるマッチョと、あと小柄な女性体重40キロぐらいの方で、それぞれね適切量というのはもちろん変わってくるであろうし、個人差によってカフェイン効く効かないあると思います。なのでまずはベースとして1回あたり 200mg ぐらい以下を目指していただいて、トータルで1日で 400mg を超えないようにして、そこからねご自身の体重に合わせて量っていうのを選んでいっていただければなと思います。ちなみに1日 400mg というと、コーヒーに換算するとマグカップで2.5 杯分ぐらいに相当します。これは多い少ないというのは人によって感覚違うかと思うんですけれども、結構ねコーヒーをずっと飲んでいるような方であれば 2.5 杯なんてあっという間なのかなと思いますので、特に我々トレーニーとかでよくプレワークアウトとかを飲む方っていうのは、普段ねコーヒーも飲んでプレワークアウトも飲むと一気にね 400mg というのは超えてしまうリスクがありますので、ご注意いただければなと思います。一度に飲みすぎてしまうとやっぱ吐き気とかめまいとかそういったことが起きてしまいます。で私の場合は割とカフェインの耐性が強いというところで、1回あたりの摂取量としてはマックスで 400mg 飲んでも体調的には問題ありません。この 400mg というのがですね、ちょうど今私が愛飲しておりますこのスーパーパンプアグレッションっていう、一番ギャスパリの中でも一番カフェインの含有量がえげつないものがありまして、これが1杯でカフェインが 400mg 入っているという、なかなかクレイジーな、ここまで入ってるやつは結構珍しいですね。大体そうですね、プレワークアウト系だと大体1回あたりで 100mg から 200mg ぐらいというのが結構多い相場かなと思うんですけども、これちょっと 400mg ということで、皆さんねこれ真似して買って、凄まじい吐き気に襲われたりしたらちょっと恐縮なんであれなんですけども、強い方お試しいただいたり、あとは半スクープとかで飲むっていうのもいいんじゃないかなと思います。このあたりはね、飲み続けていくとだんだん効きが鈍くなって
ってくるので、一旦どこかで、ね、休止したりとか、あるいはまあちょっとあまり良くないですけど、だんだん量を増やすとか、そういった感じで効きっていうのを継続させていくことになります。最初のご質問いただいた内容に戻るんですけれども、体を冷やすというところ、これはどういったことかというと、基本的にはまあ交感神経が優位になって、血流が良くなって脂肪燃焼も促進される、そしてまあ代謝も上がっていくというふうに考えられるんですが、これ飲みすぎてしまうと自律神経というのは乱れてしまって、それによって血流も悪くなり、そして体の冷えにつながってしまう。なので体冷え性の方っていうのはコーヒーだったりとか、それでカフェインの摂取量っていうのはある程度気をつけていただく方がいいかなと思います。ちょっと冷え性を悪化させてしまうリスクが少しあります。ではこのカフェインダイエットには有効なのかという視点でお話をしていきたいと思うんですが、非常にこのカフェインダイエットには有効です。運動前、特に有酸素とかの前に大体30分から60分ぐらい、その手前でカフェインを適量取ります。そしてから動き始めると、このカフェインの効果で、交感神経が優位になっていく。そうすることで脂肪分解が促進されて、運動中のエネルギーとして脂肪を利用しやすくなります。なので朝一とかね、特に私が有酸素で解説している攻めの有酸素、ここにカフェインなんかを入れて空腹の状態で動くと、糖質と体に入っていないので、エネルギー源としては脂肪を積極的に使っていく。そしてその脂肪をね、分解しやすくして、よりエネルギーにしやすくなるという効果と掛け合わせて、朝の有酸素を非常に効率的に効果を高めることができます。またブラックコーヒーを食事と一緒に飲むことで血糖値の上昇を抑えられるというメリットもありますので、太りにくい、そして痩せるのも効果を高めるということで、カフェインというのはダイエットにも非常に有効な成分になります。そして今度は筋トレとカフェインとの関係についてなんですけれども、なぜね、そのプレワークアウトによくカフェインが入っているのかと、カフェインの効果筋トレにとってはどうなのかというところなんですが、一番はですね、このトレーニングのパフォーマンスアップです。カフェインを取ったから力が出ると、筋力が上がるということではないんですけれども、集中力が高まって、それによってやる気が出てトレーニングのパフォーマンスが上がる。そして先ほどお伝えした脂肪をエネルギーにしやすいというところもあるので、トレーニング時間伸びてきた時の持久力というところにも貢献します。その結果いいトレーニングができて、筋肉も発達、筋力も上がっていくという流れになるので、直接的に何かこう筋力を上げるというような効果はないんですけれども、パフォーマンスが上がって結果的に筋トレに非常に効果をもたらしてくれると言えますので、ぜひトレーニーの方、カフェインとのうまい付き合い方していただければなと思います。はい、という感じで今回はカフェインとの正しい付き合い方についてお話をしてきました。いかがでしたでしょうか。私自身もこのカフェインとの付き合いっていうところは非常に歴史が長く、もうトレーニングを始めた頃からカフェインというのを取ると、非常にトレーニングのパフォーマンスが上がるなというところから積極的に摂取していましたし、特に有酸素と組み合わせて脂肪燃焼を加速させていこうという考えも以前から持って行っていました。ただ効果がある一方でデメリットとして、カフェイン中毒であったりとか、飲みすぎによって体調を崩してしまう、本当に飲みすぎてしまうと本当致死量までいってしまうと、命の危険にも関わるところなので、効果がある分付き合いというのはうまくやっていってほしいんですが、動画の中でお伝えした1日の摂取量の目安、1回 200mg、 1日トータル 400mg というところをまずは目安にしていただいて、そこから個々人に量に合わせて適切な量というのを見つけていってください。はい、というわけで今回の動画以上にしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画参考になりましたら、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録がまだの方、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご感想とコメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。限界は超えられる。ノーリミッツ。Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.